始まりました。使いたくなる今時英会話。今回のフレーズはこちら。ババン。死ぬほどほにゃらら。ほう。はい。あかねちゃん来た時いつも言ってますね。確かに死ぬほどお腹空いたって言ってますね。言ってましたよね。はい。今日ちゃんと食べてきました。今日もちょっと食べれてないですわ。なんでなんですかね、いつも。まあそんなことはさておき、実際使うとこんな感じでしょうか。流行った元気ないやん。死ぬほど眠い。そっか、せっかくデートしようと思ってたんだ。よく寝たー。流行っぺ、死ぬほど眠かったんですね。そうなんですよ、そんな時に限ってね、タイミング悪いですわ。まあすぐ元気になってましたけどね。ああ、さあこの会話を英語で言うとどうなるのでしょうか、見てみましょう。You don't seem well. I'm very sleepy. I feel like I'm gonna die. Oh well, that's too bad. I was going to have a date with you. I have sound sleep! 死ぬほどほにゃららは I feel like I'm gonna die でしたね。もうデートできないのも死ぬほどね。はい。あれ残念ですわ。絶対思ってないですね、もうあくびしてるから。いや、では、はい、もう一度今回のシーンを振り返ってみましょう。はい。Oh, you don't seem well. I'm very sleepy. I feel like I'm gonna die. Oh well, that's too bad. I was going to have a date with you. I have sound sleep!いかがでしたか。 I feel like I'm gonna die。 死ぬほど何かをした時使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。 Wow.